演舞開演。どうも、本日はこちらみかんの麦茶というものを飲んでみたいと思います。先日のマスカットの麦茶やイチゴ、ちなみに麦茶、そういったものの仲間なのでしょうね。これもわ、中身はこんな感じです。色がもうみかんの色ですね。でもさすがにこのままでは飲めませんよね。なのでちょっとお待ちください。入れ終わりました。色は麦茶っぽい色ですね。ではみかんの香りは確かにしますね。では飲んでみます。みかんは確かに感じられますね。やっぱり敏感なのか。今まで来たフルーツのお茶に比べるとみかんの香りは強く感じられる気がしました。ただオレンジジュースのように強烈に来るわけではなく、本当にほんわか来るぐらいですね。みかんが苦手という方もこれなら飲めるかもしれません。あくまで香りだけですから。お茶としてはすっきりさっぱりで美味しく飲みやすかったですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。